なんだって思ったんですよ。なんか本当になんかいると思わなくて、なんかテレビの中でしかいない人だと思ってて、だからなんか昔なんか AKB48 さんとかもなんか当時なんかその見てた当時とか、なんかアホ毛が一本もなんかなくて、なんか髪の毛が全部スンってしてたんですよ、さらって。なんか同じ人だと思えないぐらい髪の毛がすごいサラサラしてて、だからなんかアイドルっていないいないって思って、なんかそう、なんか眉優さんはなんか想像上そうなんか存在しない、すごいなんか CG だ、ロボなんか CG とか言われてたじゃないですか当時、本当だと思ってて、だからなんかアイドルっているんだって思いました。 SK に入ってからもなんかジュリナさん初めて見た時に、ジュリナさんって存在する、なんか本当に同じ世界にいるんだって思いました。なんか友達とかも結構なんか真由さん、私は真由さん推しだったんですけど、ずっとなんか友達とかもなんか「まゆゆさんは CG だから」みたいな言ってて、なんかそれは本当だと思ってたんですよ、多分友達は思ってなかったと思うんですけど、私は本当だと思ってて、だから「ええー」って、本物いるんだって、なんか生放送も全部 CG だと思ってた、アニメーション的なやつだと思ってて、だからなんかそれこそアイスの実の時とかに「え？アイドルってみんな CG じゃないんだ」みたいな思いましたね。あ、白石麻衣さんを見た時も思ったかも、本当にいるんだって。